こんばんは、ガラシレイです。今週は秋華賞の重要な参考レースとなるローズステークスが阪神競馬場で開催されます。例年にも増して豪華なメンバーが揃いましたので、どのようなレースになるのかしっかりと注目しておきたい一戦となりそうです。それでは皆様、今週もよろしくお願いします。今回本命に選んだのはリスグラシューです。阪神ジュベナイルフィリーズ、それから桜花賞を2着に構想したハーツクライ3区の馬です。2歳の頃よりかなり惜しい競馬が続いており、この秋の最後のクラシックレースを最も狙いたい気持ちが強いのはこの馬かなと思います。オークスで初の馬券外となる5着に敗れましたが、レース内容的に4コーナーに入る形となり、かなり包まれた中を割って掲示板を確保したレース内容は能力の高さを感じるレース内容でした。また過去のレース内容を見る限りでもコントロール性の高さを感じる馬なので、休養明け初戦の3歳牝馬同士の戦いなら馬券圏内は崩れない走りをしてくれると見て今回本命に選びました。この秋の G1 タイトルへ向けて好発進に期待してみたいと思います。対抗に選んだのはモズカッチャンです。オークスを2着に構想したハービンジャー3区の馬です。オークスを優勝したソウルスターリングには 0.3 秒差をつけられての2着だったものの、3着馬のアドマイアミヤビには 0.4 秒差をつけているレース内容は高く評価したいと思います。強い割にあまり人気を集めない馬なので、今回も抑えておきたい一頭です。次に選んだのはファンディーナです。フラワーカップを優勝したディープインパクト3区の馬です。皐月賞では一番人気ながらにして7着に敗れてしまいましたが、かなりの高速決着となったレースでしたので、牝馬同士の戦いとなれば侮れない馬だと思います。気になるのはかなりのプラス体重での出走が予定されるので、どの程度までが成長分でどの程度仕上がっているのかという点は気になりますが、能力的には頭まで狙える一頭です。そして注目馬はミリッサです。前走の中京競馬場で開催された有松特別で1分32秒7のレコードタイムで優勝した大和メジャー3区の馬です。姉は早くに引退してしまったシンハライトと注目要素の高い馬ですね。シンハライト同様に切れる足を持ち合わせているので、差し比べの展開となれば今回のメンバーでも通用する素質を持ち合わせていると思います。穴馬に選んだのはブラックスピーチです。スイートピーステークスを優勝したディープインパクト3区の馬です。オークスでは9着に大敗してしまいましたが、レース内容を振り返ると4コーナーまでは内でしっかりと足を溜める形の最高のポジショニングで競馬ができていたのですが、最後の直線で大きく詰まってしまって結果的に大敗したというレース内容でした。能力的にはもっと戦える馬だと思いますので、今回は化ける可能性にかけて馬券に選んでみたいと思います。それでは今回は以上の6頭を3連複のボックス合計20点で的中を狙いたいと思います。それではここで前々回の予想動画の中で募集をしましたプレゼント企画の当選者発表をさせていただきたいと思います。今回のプレゼントはゲートウェイサマーダートという冠レースをさせていただいた金沢競馬場で私が買ってきたお土産5名の方にプレゼントという形で募集したんですけれども、今回もたくさんの方から応募いただきまして、また抽選という形にさせていただきました。で、5名の方当選者を発表いたします。まずは1人目が竹さん様、そして2人目がユシン様、で3人目がイニシャルなんですけども TT 様、そして4人目がこちらもイニシャルで TF 様です。で5人目が鉄様。今回は以上の5名の方に当選とさせていただきます。またプレゼント企画は引き続き
ね、やっていきたいと思っておりますので、今回ね当選されなかった方もぜひまた参加してください。今週はあやりちゃんがお届けする馬女プラスのセントライト記念の予想動画も配信しておりますので、お時間がございましたらぜひそちらもご覧ください。そして今週も皆様のチャンネル登録をお待ちしております。それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。